どうもこんにちはデミカです。はいというわけで今回2,000名様おめでとう <laughs> という記念に、えー、とプレミア公開をしようという混沌で動画を撮ってるわけでございませんですけどいやあのねちょっとね今回ね実は一度撮影したんです。はい、一度撮影しました。で今その動画をね作り上げよう作り上げようっていうかその。 つなげてねこう編集しようと思っていろいろやろうと思ったんだけど撮り直すことにしました <laughs> なぜかなぜかうん、なんかね喋ることいっぱいんだよいっぱいあってだからちょっと内容を変えたいなと思っちゃいましたねうん、いやプレミア公開でねみんなでチャットしようなんて言いながらねいろいろ話すんかよ結局みたいな話なんだけれどもまあ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 、まあ、それはねうん、それはまあしょうがないということでねいやほんとねいっぱいね話してることがあってっていうのはねいや いろいろ本当にね、なんかね、考えてね、世の中の流れを見てるとね、もうこれね、本当にね、あの、片っ端からいろいろ上げていくわけにはいかないけれども、それでもなんか、グッドニュース、バッドニュースで、まあ、両方あったりして、なんか、どうとも取れないようなニュースもあったりとかして,してね、うん、今回はね、ちょっとね、えっとね、あんまり喋らないつもりでいたんですけど、喋ります。はい、喋ります。はい、というわけで、早速、作業を始めていきましょう。というわけで、じゃん。 どうもー、こんにちはー。でっコッテーッサウー。というわけでですねー。はいー。前回の続きをしていこうと思います。はい。というわけで、その前に、今日の、おやつ。久しぶり。久しぶりに今日のおやつ。今日はね、ハリボ。ハリボのね、この、あのー、これな、なんだろうね。英語で言うとなんていうのかわかんないけど、このフランス語で言うと、ストゥンフっていう、 このキャラのね、青いキャラのね、やつなんだけど、まあ今日はほら、まあこの前の続きっていうことで、ブルー攻めなんで、まあちょっとブルーな感じの今日のおやつをちょっと用意してみました。いや、偶然なんですけど、さっきちょっとおやつ箱からちょっと開けて、なんか小腹減ったからなんかつまみるもんないかなと思って探したらこれがあったっていうね、ダイエット中に何やってんだって話なんだけど、まあ、ダイエットもね、別にほら、 そこまで厳しくしなくてもっていうね自分に甘い私なのだからはいじゃあこれねあのちょこちょこ食べながらねやるかどうかは分かりませんがちょっとちょっとはいこれちょっと見てくださいよ昨日からね比べてですよどんだけ進んだかっちゅうのをねえっとどういう順番で置いたら分かりやすいんだこうかこうかこうでこう違うなこうだなでこう で,、はい、でこれがこう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 でこうだわねはいちょっとこれで全部入ったかなこんな感じでちょっとほんのり左側の方が高さが出てきてでこれ4枚ねこれも4枚を当ててこれも4枚を当ててここは3枚な感じでね来てるんだけどこんな感じでちょっとねえっ、ー、と進めてまいりましたよはい進めてまいりましたはい。 でえー、っとこんな感じでね、えー、言ってるんですけどねちょっとねちょっといきなり話しちゃうよいきなり話しちゃうけどちょっとこのこのニュース見たちょっと今目の前パソコン開いててねあれしてんだけどさこれこれこれいいよねこれこのニュース金メダリストが編み物観客席で犬用セーターちょっとどうすかこれ <laughs> 編み物してる人にとってはこのニュースちょっと。 ねえ、ふふってなったんじゃないかなって、ちょっと思うんだけど、いや、編み物してなくたってなると思うんだけどさ、すごいよね、これね、産経新聞からなんだけどさ、東京五輪の男子シンクロ高飛び込みで金メダルを獲得した英国のトーマス・デイリー27歳が観客席で編み物に夢中になってる姿が話題を呼んでいるって、これ見た人いるこれ。これ。ちょっと。 いやまあ、リアルタイムでね、その流れたかどうかは知らないけどさ、テレビの中継かなんかでね、流れたかどうかは知らないけどさ。で、なんだって、えー、作っていたのは犬用のセーターだった。米 CNN テレビ電子版が3日までに伝えた。CNN によると、デイリーは1日目の女子板飛び込み決勝、えー、の際、せっせと編み物をしていた。何を編んでるのかインターネット上で関心が集まり、2日にデイリーがインスタグラムで、友人のために犬のセーターを編んでいる。 と、ああ、らかにした。デイリーは僕がこれまで正気を保ててきたのは、編み物への愛情のおかげとコメント。金メダルを獲得し、日本と英国の国旗がデザインされたメダル入れの袋も作ったという。どうすか、これ。<laughs> どうすか、このニュース。ちょっと、ねちょっと、編み物好きの奥さんたち、ちょっとどう思いますいやー、いいよね、編み物男子って思っちゃうね、こういうの見るとね。オリンピックでさー、 女子のさ、飛び込みの決勝の際にさ、それを見ずにせっせと編み物してる金メダリストってどうよ、男子の。<laughs> 男子だよ。<laughs> いや、確かに男の人でもさ、編み物やる人って最近ほら、ね、いるじゃない、そこそこね。いや、昔からいるとは思うんだけどさ、なんかどっかの国の有名な男子とかいるじゃない、男の子とかさ。ね、むちゃくちゃすごい人とかさ、なんかね、いるじゃない、たまにさ、YouTube とかで見ててもさ、オリンピックの金メダリストだよ、ちょっと。ね。 というわけで今日はこんな感じの話題から入って言いきますけど、まあいいニュースもあるもんだっていうかね、なんていうの、この、なんてい夏の、えっと、えっと、ほっこりするニュースっていうの、うん、うん。そういうのもあっていいよね、この世の中で。<laughs> いや、金メダリストが編み物、観客席で犬用セーターだって、もうどこでも編み物していい,い,いよね、本当にね。いいんじゃないこれ、ちょっとね、編み物ちょっとダンシーの間でこう、 なんか一時期ほらなんかほら今回の流行り病のせいで流行ってるなんて話ね編み物男子がなんか増えてるっていう話があったじゃないのうんど実際どうなのか知らない実際どうなのか知らないけどで,でもこうやってさあの巣でさこうやってなんかこうなんていうのこう,こうニュースになってくるとさあ いいじゃないのってやっぱりね,ねいたらいたでいね編み物男子いたらいいじゃないのって本当にね思うんですけどっていうわけではいじゃあやっていきましょうはい <laughs> すいません雑談ではい、ね、ちょっとこれを片付けてとりあえずこれ引っ込めてえっ、ー、とこうだね分かるように入れないとちょっと分類しながら一応やってるからこうしといてで えーとこれがこっちでこ、あ、これね、これ,これ自分が作るんですよ、これこれこの前言ってた、あのあれですよ。あの、なんだっけ、あのティッシュの箱で作った箱。<laughs> ティッシュの、えー、箱で作った箱です。こういうのをね、ちょっとね、編み物をするときに、こういうところでこうやって、こうやって、ちょっと使ったりするわけですよ。うん、こんな感じでね、ちょっと、よし、ちょ、あれ、ちょっと待って、こうでしょ。 こうしてこうしてこれはもう終わったやつでこれをこうこうやってこうやっておいてくださいねはいじゃあえー、っとですね今日はね続きですよだからとりあえずこ3枚ね3枚編んであるやつでほんのりここだこれだけあかんほんのりちょっとここにねうっすらと水れが入ってますよっていうやつなんですけどこいつのこれをねちょっと今度は編んでいこうと思うんですけどいやただ編むだけじゃあれなんでねちょっとねちょっと せっかくこうパソコンつけてんからねちょっと五輪五輪の速報でもいいけどいやでも着実にねちょこちょことメダルの数を増やしてますよねうん増やしてるねでさっきちらっとさ実はさたまたまテレビつけて今何やってんかなってつけたらさあ,のあれをやってたっけバスケットボールやってたっけ女子のねバスケットボールで日本対ベルギー戦やってたわけよねでそれで何て言うのかなあの4セット目か4セット目って言ったらいいのかな えーとだったので、まあバスケでなんて言うんだっけ、そういうのって、忘れちゃったけど。で、えっ、ー、と、それでなんか、あのー、もう、なんていうの、最後の最後だったんだよね。で、おおと思って、最後じゃんと思ってさ、で、それで見てたら、もう本当に競っててさ、で、最後の最後でさ、向こうがさ、あのー、なんだっけな、えっ、ー、とー、あのー、ペナルティー取られて、こっちがね、日本がね、で、向こうが決めてきてで、負けてたわけでは、最後、本当に競ってて、で、最後、えっ、ー、と、とにかくペナルティーで取られた後に、うん まあそこの細かいとこ覚えてないんだけど、もランチしながら見てたんで、ちょっと待ってください、数えるからね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、はい、OK。で、16。で、それで見てたら、残り15秒ですよ。残り15秒の時点で、えっ、ー、と、上がってきた日本勢が、えっ、ー、と、3点決めたわけです。3点決めたわけ。で、ピーってなるじゃない、そこで点数決めたから。そこでだから、 えーとねそうだね、確かペナルティーで取られたかなんかで逆転しちゃったんだよね。まあ、まあ、細かいの本当覚えてないんだけど、申し訳ないんだけど、いい加減で。で、それで追ってて、そこで3点決めたから、1点差で日本が、こうそうそうそう、2点負けてて、スリーポイント決めたからね、日本がね。スリーポイント決めたんで,で、それであれですよ、あのー、ちょっと待って、1、2、3。 四五六七八九十十一十二十三十四十五。ほら引っ張るとここがねちょっと見て沈みがちになるでしょ。ここに入れなきゃいけないんだけど沈みがちになるからあえて三つ入れてるんだけどねあの三、ー、目で立ち上がるんだけど本来は二目でいいところをね。 で,そうそうそうで、それで、えっと、2点差だったところを3点、三点ね、3ポイント決めて、日本が。で、それで1点リードになったわけですよ。1点リードになった時点で15秒ですわ、残り。残り15秒。うん。で、あとはだから15秒守りきるだけなんだけれども、だけどバスケットって10秒,10秒でもあったらね、ひっくり返るからね、うん。1点差だったら簡単にひっくり返るから、だからもうドッキドキですよ、ほんで、そこでタイムでね、うん、日本側がタイム取って。 でそれで、えー、っと試合の流れを何て言うのかな,なんてうの向こうの勢いをそぐような形でそこで取るわけですよねやっぱりねディアナ・バスケってやっぱりその辺でねであとはだからその何て言うのかなこの勢いに任せていくぞっていうところを止めて何て言うのかなこのね流れをあえてぶった切るっていう感じでね、うん、向こうボールになるわけだからこっちがゴール決めた後だからねでそれでさあの次戻ってきて 試合始めてでなんとか、えっと、ベルギーの選手が1本打ったわけですよ、向こう側まで行って、自分のところまで上がってって、1本、あれだけど、まああの、入っても2点のところで、まあ、入ったら2点、もちろんどっからでも入れば最低2点だからねで、そしたらあれですよ、もうベルギーの勝ちかもしれんっていうぐらいの本当に時間帯で、残り5秒のところで、えー、ベルギー選手が1本打ったわけですよね、うん、そしたらそれがね、外れまして、ラッキーなことに。まあ、打っったたた瞬間にあ外れたと思ったけどね いや外れたたと思ったけどさ、うん、そしたらさ本当に外れてさで残り5秒でさもうベルギー選手も諦めっていう感じでさで1点差で日本がねそれをキープしてね勝ったわけですよ、まあ、まあまあまあベスト4に残ったっていうわけでねまあちょっとそれ見ててういやっつってちょっと喜んだわ久々に <laughs> なんか久々になんかちょっとあれだわバスケ見てえっ、ー、とあれだわ 5分差はちょっと <laughs> いやそんな感じでね着々とみんななんかこうねあれですよね、あのー、最初の頃のほどの勢いはないかもしれないけど何気にでもそれでもじりじりとメダルの数を増やしいまだにだからあの一応メダルの数としては3番目ということでね3位をキープしてるわけですけどまあ私はね別にそのメダルの、ね、数とかねキープとかそのメダル取れたらそれはすごい嬉しいし。 そその順位が上だったらそれは嬉しいけどでもだからといってねあの絶対上位にいなきゃいけないとかそういう気はないんでね別にねそれが何位だろうと別にそんなそこまでなんていうのかなええー、日本もっと上行けとかさ、まあ、そうあんまそこがつかないっちゅうかその辺あん,まりあんまりがつかないタイプだからいいんだけどさ別にさ、うん。でもまあとりあえずあれだよね。うん、あのー とりあえずまあいい,いいところの順位ってキープしてるであの順位見ると笑えるよねなかなかねで一番が今えー、っとメダルの総数だとアメリカの方が多いけどでも一応金メダル金メダルとかメダルの獲得の順位っていうことになって一番は一応中国になってるしょ今で中国が一番ででえー、っと2番がアメリカで3番が日本うんこれじゃん あの経済大国っていうかのその,その世界の GDP の上位 3, 3国じゃんっていう話でやっぱりなんか経済大国であればあるほど有利なんでしょうかね <laughs> っていうなんかねそういうのもちょっと垣間見えますけどいやそういう部分で言ったらねロシアが入ってるからで、ね、ロシアはどうなのって話になるけどでもまあ言われてることなんですよね一応ねその経済的にその何ていうのかな、えーまあ、GDP 値が高いね。 えー、国ほどこうメダルを取りやすいっていうかメダルを取る傾向にあるっていうのはもともと言われてたわけでね。うん、おこれしまうの忘れちちっっっっったねねょょとと待ってちょっと待ってて、ね、であれじゃんあのなんだ一時期ほら日本もあったけどさ今はどうなのか知らないけどさ中国もメダルを取れないとなんかすいませんって謝らなきゃいけないみたいな雰囲気があってあれあれで中国人の選手がちょっとかわいそうだなと思っちゃうんだけどさ。 ねえだけど、あのー、それに、あのー、まあ別に中国に引っ掛けてるわけじゃないけどさ <laughs> 別に中国に引っ掛けてるわけじゃないけどさまあ SNS 上での,あの選手へのバッシングバッシングっちゅうか攻撃って言ったらいいのうん攻撃はひどいもんだねあれね見たけどいやひどいわいいやひどいわあれでよくだから、あのー、みんな耐えてるっちゅうかまあ ななんていうのかなそういう世の中になっちゃったからしょうがないっしょうがないっていやしょうがないっていうもんじゃないんだけどさでもほらなんつーの,あの直接だから平民がさおかしい一般ピープルがさあの選手に直接このものが言える時代になっちゃったわけでしょ SNS で。恐ろしいよねって思うよねほんとに。直接ああやって罵倒できるその今世の中になってるっていうさ。な まあ自分らが SNS やってたってそうなんだけどねもうも見知らぬ人から罵倒されるなんてことはね時々変なこと言うとツイッターとかでもたまにあるけどさ確かにさ DM が送られてきてっていうね訳のわかんない人が私もたまにありますよたまにあってねうんまあ私あんまりやんないんだけどうんツイッターなんかはねなんかないと利用しないんでツイッターってねうんだから大きな事件とかあるとこうだ今回の流行り病が起こったら見に行くとか。 えーっと大きな災害が起こったら見に行くとか日本でも大きな事件が起こったら見に行くとかなんかそういうなんて言う,うのかなそういうのがないとあんまり見に行かないわけですよ基本的にはねツイッターってね毎日見ないんですよねうん見ないんであんまり気にしないんだけどでも何かあった時に覗きに行くじゃないでそれについてなんかボボボってなんか自分でつぶやいたりとかするんだけどたまーに変な人いてねたまーになんか変な,なんていうの別にさそんな。 あのコメント欄でやり取りすりゃいいじゃんと思うわけですよツイッターのねその,、うん、あの私が何か書いたらそこのコメント欄で何かやり取りすりゃいいじゃないいいけどさだけどさ直接 DM を送ってくる人っているんだよね文句言う,言うためにねあれ何なんだろうねなんでわざわざ DM 送ってくるのあれ。 よくわかんないんだけどさ別に何か私批判したいことあったら普通にコメント欄ですりゃいいじゃんと思うんだけどわざわざ DM 送ってくる人がいてまあこっちはねいろんなことで論理的に話してこういうこうでこういうこうでこういうこうですから私はこういう意見ですみたいなことをまあ言うわけですよね向こうは全然違う意見を持ってるからさでそれで罵倒してくんだけどさ、まあ、人格攻撃なんですよほとんどがやっぱりね。 うん、お前みたいなやつがどうのこうのってその何ていうのかなその論理的じゃないわけですよ何の時だったかななんかやっぱりまた DM が来た時にお前みたいなやつが何だっけなうんと日本から出てってくれてせいせいするみたいなこと言って「お前って誰だよ」みたいな私のこと別に知ってる人じゃないのに何を言ってるんだってもうなんかそういう感じなんだよね全然論理的じゃないっていうかさ。 せいぜいぜフランスでどうのこうのしてろよみたいなさなんかそういうなんていうのかなあのー、そういう罵声を浴び,って浴びさせては気持ちよくなってるのか知らないけどあのー、そういうなんていうのかな全然論理的じゃないいやだからそういう攻撃をしてだから私はひるむと思ってんのみたいなさ、うん、私は至って冷静にこうやってさ。 向こうが言ってくるところの、ま、ちょっと間違ってるところとかなんか変なところとかを指摘してこれはだっておかしいでしょみたいなことを冷静に話してるんだけどあちらさんはそういうところを指摘してくるとそういうところには答えずに自覚、えー、攻撃をねしてくるで「お前みたいなやつなんかはきっとこういうやつでこういうやつなんだろうなお前みたいなやつが日本にいなくてせいせいするよ」って日本を捨てたうんたらかんたら。 捨てたようなははとか言うわけはい一応なんかね保守らしいんだよその人 <laughs> 保守らしいんだけど日本を捨てるようなやつはって私は日本を捨てた記憶は一度もございませんがっていうねうん外国に住んでる人はみんな日本を捨てたってことになるのかよっていう話でね、うん、本当にそういうなんて言ったらいいのかなあのー、頭頭カチンカチンって言ったらいいのかしら <laughs> よくわからないけどそういう輩みたいな人たちはねもうなんて言うのかな禁止眼的というかなんて言うか。 物差し、なんていうの視野が狭いっていうのかそうそうそう視野が狭いねうん、近視眼的って言えばそうだよね同じことかそういう感じっていうかねもうももうもうこうだったらこうみたいなもうゼロか百かみたいなそういう感覚そういう物事でし、そういうい物差しでしか物事を見れない人っていうのがさちょっとさなんていうのかな自分の考えに合わない人は全部敵みたいないくらそれが保守側でもみたいなねっ自分と同じ考えを持って。 同じ側にいたとしても同じ考えじゃなきゃ完全に同じ考えじゃなきゃダメみたいなさうんなんかねよくわかんない人っているよねだからさそういうさ SNS で一般的に一般人でもそうやってさなんかアタックされるわけじゃんなんかあちらさんの気に入らないことがあるとそうそうそうああいうさ何て言うのかな前面にオリンピックとかで前面に出てくる選手なんつうのはさあんなアタックされたらひとたまりもひとたまりもないっちゅうか何て言うんだろう それがででやってくるわけでしょあのお隣の大国からねと,とある国からってそういうことでしょだってとある国からそういう攻撃を受けたって攻撃っていうかねそういうそういう DM が来たなんつうのはもうあの国かかの国かでしょって <laughs> 普通に考えたらさうん。 だからそれでまたギャーギャーやられてるみたいだけどさまあどんどんでもあれですよ警察もねあの被害届け出したら、ね、協力するって言ってるんだからどんどん被害届け出したらいいんですよ選手も本当にうに、ん。だって赤、ね、消したって追っかけられるんだからさ今この世なの中ね。うん まあね、どこまで追っかけられるかっていうところはもちろんあるけどねそ国またいじゃうとでもそれでもやっぱりなんていうのかそういう姿勢だけはちゃんとね追っかけますよっていう姿勢だけは見せておかないとね本当にねうんいやだけど本当やっぱり造言っていうかあの何ていうのかな SNS の攻撃っつったら本当顔が見えないからさ何でも言えると思ってんじゃんっていうかさ顔が見えないだけさ気が大きくなっちゃう人がいるっていうかさそういうのってあるじゃないだって。 自分の身元がバレないと思って何言ってもいいやみたいな人も中にはいるだろうしね。うん、私なんかはさそういうのなんかはさ某チャンネルでさ結構ほらねあの鍛えられたっていうかねある程度免疫があると鍛えられたっていうほどじゃないかもしれないけどでもある程度免疫があるからさだから何言われてもさ、うん、だから「ああ」みたいな <laughs>「ああまたで湧いてきたか」程度でさ、うん、だそれを見てさなんていうのかな「えー、どうしよう」なんてふうには思わなくってさ うんあ,あまた来たわっつってちょっとやり取りしてあ,あこいつダメだと思ったらさいやでもなんか話がなんか平行線でどっちにしろあの収拾つかないだろうからもうやめましょうっつって逃げるのかつっていや別に最後までやりたいんだったらやってもいいけどってでも結局最終的にさそうやって人格攻撃してくる人の方がさ最終的には捨てゼリフ投げてさ捨てゼリフ投げてなんて言うんだろう捨てゼリフっていうかさもう罵倒するような言葉しか投げられなくて冷静に喋れないんだからさ。うん だから論理的にっていうか議論できないんだったらやめましょうってう話でさそうなるの当たり前じゃんだってこっちは議論するなら OK だけどそんなね罵詈雑言浴びせられてそれをさ「はいすいません」ってだから結局それでしょ「はいすいません」ってこっちが言うまでそういう言葉を浴びさせてでこっちがなんていうの屈服するのをその見て楽しみたいというか何つったらいいの,あのマーキングじゃねえな何つうんだっけマウンティングかマウンティング。 マウントしたいだけでしょだってそういう人って結局そうやって自分の方が強いんだっていうことをさあれしたいだけだからさこっちが屈服しない限り通くわけよねそういう罵トってだからこっちがやめるしかないよね「はいはいじゃあ終了」みたいな,なんかまともに話できないんだったら終了っていう感じで、うん、だからうんまあ逃げるが勝ちっていうところですよねやっぱり SNS の世界で言うとね、うん、でもなんか偉いよねあの卓球の選手はね ね、ちゃんとスクショ取ってね被害届出すんだろうけどさもちろんさ対処するって言ってたからさうんそれできっちりやんないとねだってねじゃないと再現なくなっちゃうからねあんなねあんな束でかかってさみんながさもう,もうどこの刑務所からさ送ってきてるか知らないけど <laughs> そういう人たちがいっぱいいるわけだからさどっちだろうはいね本当に。 いろいろだから SNS のせいで選手たちも以前にはないストレスももちろん感じてる人もいるんだろうけどプレ,プレッシャーっていうか何て言うんだろうねプレッシャーっていうのもあんのかそうだよねだってさそういうのだけじゃなくて例えばねその四国ねその某国ね、えー、であの負けちゃった人なんかはさ、うんま、国民からバリ雑言なわけでしょなって。 でそれもあるからプレッシャーあるよねそういうね負けちゃやばいっていうねうん。針のむしろだよねたとえば銀メダル銅メダルでも針のむしろだよねだって金メダルじゃなきゃダメだっつうんだからさ国のさ政策として金メダル取ってこいって話だからさニュース見たそのニュースがちょうど今朝かな見たけどさ国の政策としてお前ら金メダル取ってこいっていう政策だから金メダル以外は興味ないっつうんだよねだからね隣の某国某国は、うん、まあ C 国だけどうん。 そうだからそうそれもどうなのってねだから結局そのオリンピックっていうそのスポーツオリンピックだけじゃなくてねスポーツそのものを政治利用してるっていうかもう刻意発揚っていうそのなんていうのそれだけじゃなくて国,国をさ盛り上げるっていう目的ではなくもうそれをだからさあれでしょあの自分とこのさあのさあ 党のね、あの何つったらいいんだろうな箔づけみたいになるっちんじゃないけどさなんかそういう目的もあるじゃんだってなんかそういうね国のためというよりも党のためっていう感じじゃないだってうん、うん、そんなことばっかり言っていってまたあれだから、ね、あんまりこういう話するとね、うん、チェックされちゃうからね本当にねだからさ昨日昨日、えー、あの上げた動画も、えー、昨日とか前回か前回上げた動画も あの私は全然何の問題もなかったけど私と同じような,もんなんてうのか内容を喋っていたとあるゆあのそこそこ10万以上の登録者を持つあの某政治系 YouTuber ねなんかは同じ内容で消されちゃってるわけですよだからやっぱチェックっていうかそのマークされてるとやっぱりまずいんだろうねこういう内容ってね、まあ、私はまだマークされてないと思うからさ。 まだ喋ってるあれっけど <laughs> いやいや怖い怖い <laughs> 怖い怖い本当に <laughs> 嫌な世の中になりましたな <laughs> いやどうなんだろうねでもね以前はこうやって喋る場所すらなかったからねあれだけどさうん今しゃれるようになって以前はだから掲示板とかそういうとこしかなかったもんねでも前ってでもさ掲示板あでも運営によるのか運営してるところに読んだよねだからねだからビッッグデックとかって言われるうね とところが運営してるとあかんちゅう話ですわな今のこの世の中ねあちらさんの意向に沿ったものじゃないといかんという話なわけでしょだってだからみんなあれだよね YouTube またあれだよねあの YouTube からまたニコ動の方に戻ってきてるよね、うん、流れが。前はほらニコ動がさやっぱりニコ動できた時のさあのー、すごくってさニコ動できた時ってさ2006年の終わりだったかな。 2006年の終わりだと思うんだけど私初っぱなからさもう2007年の頭ぐらいに登録したんだよし1月かなんかにだからさ登録番号結構早いね実は私ね <laughs> アカウントがねいやそんな何の自慢にもならんのだけどでそれでさ最初の頃はさもうニコ動すごくってさでそっからさだん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 ニコ動がなんとなく見づらくなってきてうんとでなんかコメント出るでしょニコ動って。 でななんかあれが邪魔だなと思うようよに面白いんだよねねあれも、ね、面白いんだけどなんとなくあれが「あ違うここ違った」「邪魔に思えるようになってきた時があってこれない方がいいや」と思うようになった時期があってそれで YouTube に流れたんだよねでその辺りからちょうどか私が YouTube に移動してきた時ぐらいにみんなニコ動から YouTube に流れ始めてでその YouTube に流れた理由もいろいろあるんだけれどもその,、ね、その見づらいとか見やすいとかそういう理由だけじゃなく。あの なんうのだ,なだけじゃなくてね、うん、だから動画をアップする人なんかもニコ動から常に、ね、流れてきて、ね、YouTube に流れてきてでそれで YouTube はだん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 こう盛り上がってきて、ね、日本の中でもね、うん、そんな感じでこう民族大移動が起こったわけですよね。でニコ動が廃れたわけですよ。であの、まあ、画像とかもあんまりよくないし画質ね画質とかもあんまりよくないしとかさ。 そういういのがあったからだからやっぱり画質がいい方がいいっていうのもあるしいろいろ使い勝手がいいっていうのもあってダーターと YouTube に流れだけどここ近年ねこの YouTube の,の不便さ不便さっていうかその使い勝手とかいう,いう意味ではなく喋りづらさねうん。隠語を使わなきゃいけないその喋りづらさみたいなさそういうのがあるからでそれでまたなんかあれだよね、あのー、戻ってるよね。 流れが流れがまたニコ動の方に戻ってるっていうね規制ないからねニコ動は日本のあれだから基本的には日本がやってるもんだからそういう規制はないじゃん一応フリーで喋れるからっていう話でニコ動に戻ってんだけどでもそれがさ生放送のさ有料チャンネルだからさまあ見れないわけですよ、ね、払わないと金をまあそうだよね金払ったらっていう話になるよねだって言ったらだって YouTube だってさあれじゃないのお金払ったらそこそこフリーに喋れるんじゃないの知らないけどうん全然知らないけどさまあそんなこんなんでねまあまあどうでもいい話なんですけどはいというわけでチャカ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 進んでますが、ね、え何気にちょっとここは白じゃなくて真っ、まあ、白じゃなくてちょっと水色をここは入れていきますようんこんな感じでね 何、はい、かこういろん機能的なこととかもねいろいろ違うからねどっちがいいのかっていうのはあれだけどでもここしばらくだからねニコ動もねだからものすごいなんとなくと使い勝手が悪くなった時期があってっていうのはさやっぱりさプレミア会員っていうかその何て言うの,あの会員になっててもなんせさこう生放送とか見てても弾き出されたりとかさ 画像悪かったりとかさいろいろ問題があったんだよね。で私も会員だったんだけどお金払ってましたよ一時期払ってましたよ本当にだけどもう結局やめたからねうん,んなん払ってても仕方ないなって思う時期があってそれでやめましたからねやっぱりね、うん、だから一時期は良かったけど、うん、だからほとんど見なくなっちゃってそなの後あれなんかおかしくないなんかおかしいねはい。 3つ3つあおかしくなかったそうというわけで最近だからまたニコ動画生放送の生放送っていうかね有料チャンネルの方は充実してきたのかなっていう感じではありますけどねえでも有料チャンネルね登録するほどでもないっていうかうん。 どうなっていくんだろうだからね見方としては YouTube はこのまま行ったらまあ廃れる方向に行くんじゃないかなと <laughs> うん思いますよやっぱりねじゃなかったら当たり障りのないものしかできないなんていうのかなあげられないあんまり面白みのないところになっていっちゃうのかなみたいなうんここもだね真ん中 そんな気ががしてますがだからそれがね顕著になってきたのがねもう明らかにあれだもんねだってねあのー、あのー、米の国のね大統領選以降顕著っていうか明らかになってきたわけでしょだってそれが YouTube だけじゃなくて他の Twitter とか Facebook とかねだから Facebook 全然更新してませんよ、うん。 フェイスブックももんかね仕様がねなんか面倒くさいっていうかあそうそうそう記事消されたりとかさシェアできなかったりとかねツイッターと同じようにねそういうさ煩わしさっていうのがやっぱりあってだからさなんだろうなあの使い勝手がやっぱり悪いなってそうなるとねうんだからフェイスブックも全然 今、更新してないんだけど。うん。まあ、別にフェイスブックはいいんだけどね、友達しかいないから、どっちにしろね。うん、だから、たまにあの顔出して、元気にしてますぐらいのやつを <laughs>、時々載せときゃいいみたいな感じなんでね、今はね。うん、あとは、そうね、SNS、そんぐらいか、Twitter、Instagram、インスタも全然やってないしね、ほとんどね。うん いやでもとにかくね、ああれですよ、あのー、オリンピックのね出場選手がね、そんなね SNS で攻撃されるようなことでね、パフォーマンスをさ下げてしまうようなことはさ、本当にね、あれだよね、あってはならないことだと私は思うんですけど、あら、ちょっと、ちょっと、えー、っとね、1、2、3、1。 1>, 1, 1個足らんなここ1個しかほう編み直そう編み直しますよーでででなんですけどねうん何かって言ったら何しゃべろうと思ったんだっけえー、と何しゃべろうと思ったんだっけいやーでも男子の編み物かいいなでもさ昔さ学 学校でさ、手芸部とかあったと思うんだけどさ、ね、小学校とか中学校の時手芸部ってあったよね。私全然当時はその手芸部っていう部活動としてのそのなんつの手芸っていうのは全然興味なかったから、全然眼中にもなかったけど誰かいます？手芸部いた人。<laughs> 手芸部って何すんの？何すんの？手芸部。手芸部って何するの？ ややっっぱこうてて編み物とかしてんのかししのらよくわからないんだけどね当時さなんかさ小学校の時ってさいっぱいクラブあってさなんかさ訳わ,わかんないのとかなかったわけわかんないとか何をやってるのかちっともわからないっていうかうちの学校はでもまあ割と普通だったのかもしれないけどなんかさあの理解できなかったのがさ釣り部っていうのがあってね釣り部ね釣り部うん釣り。 釣りですよ小学校の釣り部って何すんの小学校のの釣り部って何すんのだってさクラブのそのクラブ活動の時間ってさ「えー、学校の外出れたっけ?」っていう,いう話でさ課外授業みたいなでしょ学校の外出るってさ「えー、そんなのだって釣り部だけ外出れる毎回」っていうこともなかったと思うんだよね。 だからね釣り部って何してたのって小学校の時のだ、ね、よ。例えばさ手芸部だったら何かの手芸やるよね学校のどっかの教室で囲碁部とか将棋部だってさやることあるわけじゃん意味わかんねいって思ったけどいや将棋できますよ将棋できますけど、えー、でも将棋部入ってまで将棋するあれもなかったからね小学校の時は「へえそこまで将棋やりたい人いるんだ」とちょっとあれだったけど。 小学校の時できました将棋、うん、将棋できたけど将棋部に入ろうとは思わなかったしそういうのも分かるじゃないだって学校でいろいろできるからさ何部何部ってね私何何何だった小学校4年生の時からクラブ入れるんだよねで4年生の時私はねバトン部入ってましたバトンってあの,あのバトントワラーのバトンね私も、えー、と地元の えーと,とある団体がやっていたそのバトントワラーに所属していたのでバトンももとでできたんですよでそれで「何しよう」って言った時に小学校4年生の子はまだそのスポーツ系普通にやっている例えば野球だのバスケだのとかっていうそのスポーツ系の部活に入れなくてで文化系の、えー、クラブにしか入れない。 確かねスポーツ系はまだ入れなくて4年生はねでえっ、ー、とねただただねバトン部は入れたで,で私はもともとバトンやってたからバトン入るかっちゅって入ったわけですようんだけど4年生だからさ色々やらしてもらえないんだよねひたすら歩く練習とかさバトン回した記憶あんまりないっちゅうかでもすでに回せたんで私は。 だ,けだから逆に面白くなかったっていうか <laughs> ひたすらもう歩く練習みたいな感じででそれでバットンを回しても,もら回さしてもらえたかなあんま記憶ないね歩いてる練習しか記憶にないわでなんかつまんねえと思ってでもこんなのどうせ1年でやめるわと思ってたわけ。 私はその後スポーツの方に行きたかったから、でも四年生の時は入れなかったからしょうがなく入った感じだとから、それ以外に入りたいと思うものなかったし、でバトン部入ったけど一年歩いて終わった感じだよね。何やってたバトン部？全然記憶ないわ。バトン触った記憶もあまりないとか、まあ触ったと思いますよ。触ったと思いますけど、でも体育 体育大会運動会か運動会の時の時もあれ4年生4年生はあの戸惑隊の演奏みたいなやつもバトン部は参加するけど4年生は基本出ないからあれね56年生しか出ないからそういうのも一切ないじゃんだからさバトン部入ってる意味なかったんだよね1年はね <laughs> 歩いて終わったって感じよねうん。 でその後五56年生の時はバスケやってたけどいや、ま、それは置いといてあの釣部教えてくださいあの小学校の時に釣り部入ってた人いたら教えてくださいあの小学校で外にも出れないのに釣部何すするんですか私あれがあれいまだに不思議でしょうがない友達あの私のクラスに女子が2人釣り部入ってた人がいたんですよ。<laughs> でいたんですよ2人2人ね。 なんで釣りやってんのって釣り好きだからって言うんだけどいやいや,いや,いや分かるけどなな何やってんのって無視でしょうがなかったわけですよ。でも釣,釣りのことなんて全然分かんないし釣りのこと自体も私釣りやったことないからね分かんないわけですだからこういうのをあれしていじくって、ね、多分今の記憶で言うと多分ルアーいじくってどうのこうのみたいな話をしてたと思うんだけどだじっともちんぷんかんで分かんないわけ話がね。うん、でそのだかから釣り針のそのそなんか 手入れしたり、どうのこうのみたいな話をしてた気がするんだけど。実際、小学校の釣り部って何するの?。教えて。わかる人。<laughs> <laughs> あれはい未,未だに不思議だな。何してたんだろう。彼女たち。いや、他みんな男子ですよ。男子。でも、なぜかうちのクラスに二人いて、女子が。<laughs> 彼女たち。何してたんだろう。釣り部で。何?。何してたの?。 水分に詳しい方いい方たら是非情報ください、はい、というわけで一つ出来上がりましたよこんな感じではい出来上がりました。<laughs> というわけでねえー、っとねあちょっといやいや糸処理だけすっか糸処理はい糸処理えこれを、えー、っとここだねここに入れて、ね、こうして。 こう入れてここに戻してヒュッとこうしてきれいに整えたらこっちに入れてはいこっちに入れてでさらにこっちにもこう入れて。 表に響かないように糸処理をもちろんしてあこれぐらいでいいやみたいなねはいでこう引っ張ってでこれどっちにしろでも後でねアイロンかけてピシッとやるから前回みたいにもちろんえっ、ー、とこれぶつ刺しといてであとこの辺をちょん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 出てるのをね切って。 ね、いや釣りん本いまだに不思議謎いま <laughs> だに謎、えー、釣り部何してたんだろう週に1回クラブ活動のね小学校はねあのー、金曜日の6時間目だっけ忘れちゃったね忘れちゃったいつやってたかまあでも楽しみでしょクラブ活動の時間 あのー、4年生の時はあれだったけど56年生の時は楽しみでしたねバスケット大好きだったからね当時はねバスケ好きだったからはいこれでできました、はい、というわけでねえっ、ー、とね何を作るかですよねでもねこれ一体何に使うのってうんちょっと待っててくださいちょっと待っててくださいよええー、ちょっと何に作るかいや大したもんじゃないですよ 大したもんじゃない何作るかってね、結局ね、この前回ちょっとお出かけ、お出かけっていうか買い物行った時に、こんなものを買ってきました。え、何これえ、全然見えないんだけど何、何どういうことじゃん。見てください。はい。とりあえず、これだけ、ここまでありましたよ。うん。 全部でね、今ね、何枚あるかな、20、これがね、20、まあ、24か、24の28、9、10、11、12、13、14、15、16、ね、半分こしましたよ、半分こしました、大体ね、うん、半分はこしましたっていう話で、こんな感じでザカザカちゃかちゃかちゃ編んでるわけです。あ、この箱あ、これね、この前に来たやつですよ、これ。ちょっと、編んだねこ、これはもうね、4枚ずつ編んだやつさ。これはもう編んだやつさ。 ね、でここはまだ編んでないやつねこれをまた4つずつ編んでいくわけでこれをまあ編みながら今回喋ろうっていう話ですよいやお集まりの皆さんどうもありがとうございますってこの辺でねちょっと入れてみたりなんかしていやどれぐらいね集まってきてるかは分かりませんけれども、えー、と皆さんお寄りいただいた方には本当感謝いたしますっていうことでねそれをね、えー、と妄想しながら、えー、と編んでいこうと思いますはい妄想ですはいはいじゃんじゃん、はい、というわけで中心が濃い色濃い色ねはいはい はい、じゃあこれを編みながらまずね何をね一体喋りたいかって言ったらねいやなど,どの話題からでもいいんですけど、えー、どの話題からでもいいんですけど本当にあのーあのー、一番ねこうどうしてもこ,うこれ言っときたいなこれこれ言っときたいなっていう話題今,し今,今年のさ秋にさねあれあるでしょ衆院選あるでしょ絶対にねその前にさ 自民党ってさ総裁選やらなきゃいけないでしょ任期が9月いっぱいで終わるから。で誰が出てくるのかなってね 色々見てていやちょっとこの人出てもいやこれちょっとっていやだから未だにねなんかアンケート取るとね一番にねなんかね「あのゲル」が出てくるわけですよで。なんでゲルが未だに出てくるんだってあの人つ無理だよって話でさ。 あの人はだからさあの自民党が野党でいた時に、えー、と鋭い国会で結構鋭い質問をしてたわけですよでその時はすごい面白かったでゲルゲルっつってあのもてはやされたはっきり言って、うん、で当時の独特の雰囲気でね民主党にせ政権に対してこう厳しいあの質問を、ね、投げかけるゲルの姿は確かに良かったあの,とあの時はね。うん あの時はもう本当にあのゲルの質疑が本当に待ち遠しくて待ち遠しくて楽しみで楽しみでしょうがなかったはっきり言ってうんだけどあの人はえ,ーっ,とえーっと総理大臣になってはいけない人です <laughs> 総理大臣という話になるとまた話は別なわけですよだけどそれがまだ人気があるというのはちょっと信じられなくてこれでね何を私がねなんでそんなことをしゃべりたいかっていうとねいやだからね誰が総裁選に出てくるかって話なわけですよで今朝のニュースですよ今朝のニュースとうとう はい、高市早苗氏、出馬かっていうニュースが出てきたわけです。いや、ちょっと前からね、噂されてたっていうか、まあ、保守界隈ではこう、この人出てくれたらいいのにっていう話はちょろちょろ出てたわけです。で高市早苗さんってあの総務省ね、あのあの安倍政権の時にあに総務大臣やってたあのお方ですよ。で、私、実はねあの、いつだかの会の時に喋ったでしょあのあの、見かけたことのある。 有名人みたいな話をした時に実はね高市さんの話をしようかと思って一度録音したんですけどやめたんです実はお会いしたことあるんですね実はね、うん、パリ某所ではいお見かけしたと言いますかお会いしたと言いますかその中間と言いますか <laughs> っていうかさ高市さんってさもともとさ90年代90年代か初めて当選したのねでそれでそれから結構さテレビタックルとかさテレビに結構出てたからさ知ってる人も多いと思うのよねやっぱりね でずっとだから、あのー、真面目にあのあれですよ政治家やってる人ですよでこの人はもう非常に政策通の人で、あのー、法案をね自分で作ったりとかもできる人ですよで総務省やってた時に皆さんご覧になってて分かるかと思います、まあもちろんマスコミのねねじ曲げた報道により、えー、と叩かれたこともありましたけれども非常に非常に真面目に日本のために働いてる政治家だと私はとっても高い評価をしてる一人なんですよ実はね以前から。 でそのお方をパリでお見かけした時に私はうっきょってなったわけですよ。いやちょっと握手求めちゃおうなと思ったんですが、えー、そんなことできる状況ではなかったので、えー、とおとなしく私はその場においての私の役割に徹しました。それであのいろいろなその高市さんのねそのなんていうのかな立ち振る舞いっていうかすごいあの人すごいあのねあのねすごいね オーラがあんだやっぱり私よりうーんそうね身長160ぐらいかな160ぐらいで私よりほんのり小さいぐらいででもねナイスバディですよ、うん、ナイスバディ必常にオーラのある人ですやっぱりあのパワーのある人ですよパワフルな人女性でとってもパワフルな雰囲気のある人でうわっすげえなやっぱり政治家ってすげえんだなってその何ていうのかな 思,思いましたねあの時にね女性で政治家やるっていうのはこのぐらいのパワーなりできないのかなぐらいのね本当におーって思いましほほ、ね、笑ましいなと思って見ていたのはあの人は食食べべるるこことと大大好好ききでですす、はい、忙しいから食べるにもねやっぱり何て言うのかな時間がねその食べれる時間はやっぱり がっつり食べなきゃいけないんだろうななんていい風にねこう捉えながらねあこの人食べずのでもそれでも好きなんだろうなって思,思ったけどとにかくいやこの人はすごいわって実際にお会いしてあのパワーをこう見せつけられた時にこの人を応援しなきゃなってでその高市さんがその総裁選出馬するかもしれないっていう話になってるわけですよねこれってねいやしばらく前から言われてたわけですよで高市さん出てくれたらいいのにって言ってる人は結構いたわけです。 だけど高市さんがね、総裁選出馬するにはね、ちょっと複雑な事情がありましてこれね、安倍さんがね、OK しないと出れないわけです。っていうのは安倍さんは表向きあのー、菅首相がそ圧後を、ね、継いでくれたもんだから一応応援するという形を取らないといけないわけですよね。やっっぱりね。で、それもあって、表向きって その高市さんんを押せないんだよねでも高市さんを押しなんですよ実はね安倍さんはねっていうその,その辺の,あの事情がいろいろあってもともとだから高市さんは清和会だしっていう話でねうんでだけど一応でも今清和会は出てるのかな、うん、出てるんだよね確かねでもやっぱり安倍さんが押してる人なわけですよだけど、えー、と表面上安倍さんは、えー、とガスを押さなければいけないので。 表だってその高市さんをこうプッシュするわけにはいかないわけですよね。うん、だけど黙認という形で今回あれするだろうと。で影ではだから裏では安倍さんの OK が出たんだろうっていう話ですよだから安倍さんの OK 出ないと出れないはずなんで。っ、う、て、ん、いうか安倍さんの OK 出れないと推薦人20人は集まらないだろうっていう話なんでねやっぱりね。でもそれで裏で OK が出てるんであれば集まる可能性あるわけですよね推薦人。あいいのか大丈夫か推薦人20人なんてね総裁選出馬するための。 うん、ということはですね裏を返してみれば安倍さんはガス政権じゃやばいんじゃないかって思ってる可能性があるわけですよねやっぱりね、うん、だからそこで変えていきたいでそれじゃ選挙戦えないみたいなねそんなとこもあるのかなって思いつつまあでもそんなこんなでね高橋さんが出てくるってことになるとですねちょっと頑張ってって思っちゃうわけよ。だってさ考えてもごらんよって話でさ 例えば緑の狸とかさね緑の狸私は大好きですよでもそれはあの緑の狸カップ麺の方ねカップ麺の方は私大好きですよ、うん、あれはもう昔が食べまくってますからねだからね、えー、かの,の BBA がねあの緑の狸と言われることに非常に抵抗感があるんですけど実はねそれであんなだからね緑の狸とかねあとはほら あのー、もう一人いるでしょあの総裁選に名を連ねたい人がさ「の、えー」「の」の「の」の「の」「の」だそんな人になられたら困るわけですよそんなで彼女たちは狙ってるわけでしょ一応最初の女性首相みたいなやつをね一番最初のもちろんね女性首相なんてことにねなってもらったら困っちゃうわけですよ。 だってさそんな女性なんか関係ないわけですよ要はだからどんだけ政治ができるかってことでしょ国にどんだけ貢献するかって話だからさでそれ考えたらさやっぱりさちょっと女性とか男性とかそんな関係なくあの二人ダメでしょって話でねでそう来るとさやっぱりさ高市さんいや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 ちょっとちょっと来たよようやく来たって今、まあ、いつか来るとは思ってましたよでも本当今回出てくれて出てくれるって話になったらもうばんバンざいですわって話で私はね一応ね別にね自民党しでも何でもないんですよ 自民個々で,で,ここで見てるから、うん、真面目にあの国のために政治する人だったら別にいいわけですよ別にどこの党だったってね別にそれは。基本的にその自分の中であこの人はもうなんていうのかな応援したいってなる政治家の基本的なその部分っていうのがありまして、うん、でここはダメだったらもう全部ダメみたいなところがあるんで私はねあるんですよその一点それが何かって言ったら。 高等継続についてねどう考えてるかっていうことですよその一点のみです私は振り分けるのは基本的に女系点の容認論とか言っちゃう人はもうはなからダメです絶対に応援しません、うん、なので河野太郎ダメですあの人女,女系をケ、OK、ーな人なんであの面白いですよあの人のツイッター本当になんだ今ワクワク大臣なの今あの人ねワクワク大臣に関しては <laughs> ダメダメだと思ってんだけどさもちろんさ嘘ついちゃってるしねうんゲルなんか持ってのほうがだしねうんあんなダメですよな 自衛隊を守れないような防衛大臣はダメですよ <laughs>。うん、岸田さんあ、岸田さんはなんかちょっと印象薄いよね。っていう感じで、今回もうダメでしょ。菅さん、菅さんはさもうちょっとさ。自分のさそのなんつうのかな。意見みたいなものをバーンと言える人だったらいいけど。むしろ言えないじゃん。なんかね。そう。仕事はするらしいよ。あの人すっごい。 でコード決めたらなんかがんとやるっていう感じらしいけどでもそれでもひよみひよっ,ってるとこあるじゃんやっぱりね今回のことでね高市さん出るんだったら私は高市さんの方が全然いいと思うよだって菅田さんダメでしょちょっと切るの忘れちゃったなんか入れるの忘れちゃったまあいいや戻ろう そんなこんなでだからね高市さんが出るって話を聞いた私はちょっと興奮してるわけですよ。彼女が出てくるんだったらもうもうもう応援しますよ。で彼女があのー、あれですよもし総裁選で通るんであれば通るんであればねいやでもね初っぱなだから初っぱなっか初めてだからねちょっとどうかなっていう感じはするけど通ってほしいなと思うけどであのー、あれですよ上の階に住んでる人ねあの人なんか全力で反対するでしょうかかもしんないからね。 うん、いやまあ確かにね高市さんもねもし万が一万が一,か万が一ってことないわ可能性としてはあるわもし総理になった時にね今ほどそのなんていうのかな強い意志を持ってしてあのなんていうのかな収めることができるのかどうかっていうのはまあそれは未知数ですよもちろんだってやってみないとわかんないところもあるしだけど一応政治理念として掲げているものをくみ見比べてみればいやもうだって河野太郎も。 ゲルももあともう一人誰岸田,岸田さんと,あと誰かいたよね他にねだから菅さんもさだって国家間ないしさあの人やっぱり言われてるようにね国ってものをどう考えてるかっていうその姿勢が全く見えないじゃない、うん、でだからそうなるとだねいやこれ高市さんがもし総裁になったらですよ自民党を応援するしかなくなりますよっていう話ですね国のためを考えたらね。うん、ああの野党なんてあの 考えてませんんんから全然あの <laughs> みななあれなんで, <laughs> ダメダメなんでだからあとはさ,さ自民党もさ何でさ保守層が離れるかっつったらさもう答えは簡単でさとまあだから石原都知事の言ってたことは正しかったよね本当にいつかの公明が足を引っ張ることになるってあの人は言ってたわけだからさ。 もうだからね石原さんにね都知事戻ってきてほしいよねって思うけどまあねかなりのお年なんでもうそれはねもう不可能だなって私本当だからねあれね東京都知事をね彼がね、えー、4期勤めたよね確かねほ本当にね東京はあれで良くなったと思いますよすっごいほい,でほいでもってねだから私できることならあと10歳若かったら国会に戻ってきてほしいと思ってたわけですよでもねやっぱりお年だったからね一回戻ってきたねでもね一瞬ね一瞬戻ったけどでもやっぱり。 党がね、あれだったから <laughs> あのあの、えー、ちょっと小さい党だったんで <laughs> あの言いたいことを言える人じゃないとやっぱりねっていう感じだよねものを言える政治家じゃないとってそういう人が今いないじゃないだってはっきり言ってだから私物もの言える政治家好きだったよねあ浜子とか好きだったもんだってだから <laughs> ああやって口は悪いけどさやとにかくだからあれですよ、うん、高市さんですよ高市さん総裁になってくれたらもうあれですよ応援しちゃいますよ私。 でもね結局ね、安倍さんの時もなんかな、穴になっちゃったっていう面,面があるじゃないですか、やっぱり期待してたのに、だからね、ほら、最初の、ね、政権取った時は、あっち早すぎると思ったわけですよ、なんで今なんだって、もうちょっと待って、もうちょっと年取ってからでいいじゃんって思ってたんだけれども、で結局だけど、それであれで、あのー、退陣した後にねで、また戻ってきたわけですよね、その後安倍さんがね、私はそれで、あのー、小躍りしましたよ、やっぱり、安倍さん戻ってきたと思って。 うん、で最初は良かったんだけどでもそのうちにねどん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 やっぱり何て言うのかなあの折り合いをつけていかなきゃいけないっていう部分もあるだろうし外国との、ね、それは国内でも外国でも同じことなんですけどその辺でやっぱりこのなんだろうな最初のこ,のこうやりたいああやりたいってこうしたいっていう,いう部分がこうだん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 こうねじ曲げられてというか、えー、断念せざるを得ない状況になったりなんかしながらねなんかしながらねそうやってなんかちょっとこう。 ななんていうのかな勢いがなくなっていくというかねあれこうやってこれやるって言ってたのにやらんなとかあれこれやらないって言ってたのになんでやってんのとかさいろんなことが出てきてねこうまあ一筋縄ではいかないわけなんだけれどもね政治なんていうのは。だけどいやだからねそんなのがあるから高市さんがね出てきてねだから今高市さんがこの目指しているもの とかそういうものがね100%ねあのできるのかっつったらそうじゃないと思いますよやっぱりねだから自分がこうしたいと思ったこともできないことも多分たくさんあるのかもしれない、うん、だけどでもやっぱり基本的な理念っていうものがやっぱりさこう日本という国を自負としてさ考えた政治が政治をするんだっていう最低限そこない人はさやっぱりちょっとね総理とかなってもらっても困るわけですさ。 と思ったらやっぱり最低限そういう人を選んでかなきゃいけないよねっていう基本の部分でねやっぱりね、うん、そこは基本かなと思いますよというわけで政治の話をしましたはいはいいや他にもいっぱい喋りたいことあるんですけどうんいやありますよありますよざっくりざっくり言いきますかざっくりいっちゃいますかね今日は喋ってばっかりじゃんってねおかしいなただひたすらあの編み物をしてあの,あ,のあれなんだけどみんなでチャットするだけの回に しようと思ってたんだけどまあまあでもねあの喋っちゃいますよはい <laughs> そんな感じでは編み終わっとほら一つ編み終わりましたでね次次そうだからさ次の話題次の話題っていうか <laughs> いやなんで次の話題ってあの何だろうなまたほら東京の 領土なりが <laughs> いや字は違うけど領土なり三元がね緊急事態宣言ですよねどういうこと <laughs> あのさ感染者の数って毎日やってるじゃないあれやめれないのなんで感染者ならあれ PCR 陽性者でしょただのね感染者じゃないですからあれ でもあえててててそうやって言っ言ビビらしてるんんだよねみんなはねみなどう考えてもね。で今回のだからね数上がってるでしょ私あれは予測してたわけですよ普通にね。っていうのはオリンピックが始まったら数値上げてくるだろうなと思ってたわけそれはオリンピックのせいで数値が上がって,き上がってくるわけじゃないだけどオリンピックが始まったら数値上げてくるだろうなと思ってたわけですよそしたら案の定ね上げてきたからねちょっと笑っちゃったんだけどさ本当にさ。うん、で今 えっと東京でも1日4,000人ぐらい3,000人とか4,000人とか全国で何1万人だら,なん,だらなんだらとかってでねマスコミは一生懸命ね過去最高っていう字をねつけたくってね笑ったのは日曜日だよね日曜日にしては過去最高とかなんで日曜日にしてはってそんな言葉つける必要があるのみたいな前日よりも下がったからさ一番じゃなかったからさえなんか一番に過去最高になる。 理由はないかと探したらさ日曜としては過去最高とかさ何でも過去最高にしたがるわけよねだからね常にだから今は危機なんだっていうさそういうさ恐怖を煽るようなことをまあマスコミはするわけですけどもでそれで言ってですよね PCR ね PCR 検査ですアメリカの疾病予防センターね、はい、CDCC、はい、CDC が7月の24日にあの発表しましたね 年内いっぱいで PCR 検査はやめるよってコロナに関するそのあれでねテストコロナを判断するテストだってあれは緊急でなんていうのかなあの緊急承認してたわけですこの,検査もこの検査で使っていいよっていうことを緊急承認してただけで本承認じゃないわけですつまり正しいその今回の流行り病の検査方法ではないわけですよね。 だってはっきり言って PCR 検査って予備的検査だからね。あれはメインで使っちゃいけないんですよ。で、それはまあずっと私も言い続けてきたわけですが、ようやくここんところに来て CDC が、うん、PCR 検査やめるよって言い始めたわけ。で、なんでやめるかって言ったら、理由として言ってるのがもう堂々と言ってますよ。ね、今回の流行り病とインフルとの区別ができませんっていうことを言ってるわけです、堂々と。分かりますうん。そういうことなんですよ。だから、 つまりインフルだけじゃなくて普通の風邪との区別もできないんですよ。ね、できないわけ。ね、<laughs> そこでね、感染者が増えたとか言われてもね、だって何でも陽性になっちゃうんだよ。だってテストした人いたでしょ。ね、パパイやマンゴー、はいそそれ、それも陽性になるって。何でも陽性になるのやだから、やろうと思えば。で、CT 値ね、うん、CT 値さんあげればね、もう何でも捕まえてきますよ、本当に。 そんな中でね感染者が増えた感染者が増えたってね言われてもはってであの新しいあの検査に移行するよっていうことをね言ってるわけです。でそこではあ、あそうなんだやっぱり PCR じゃあ新しい検査法が出たんだったらこれからは PCR じゃなくてその新しい検査法であの今までその陽性だった人も ね、陽性に振り分けられてた人も本当は陽性じゃないかもしれないねこの今回の流行り病に関してね本当は陰性だったんじゃないかっていうその偽陽性ってやつですよね要はね今回の流行り病に対しての偽陽性ね。うん だからそういう人が省かれるのかもしれない。やった、いいじゃん、その検査って。思うでしょ思うでしょね。思うけど、怪しいニュースがもう一つその影であるわけですよ。影っていうか、まあ、堂々と出てましたよ。堂々と出てたんで、別にこれを言ったからって言って消されるとは思わないけど、でもなぜか消されてる人がいるからびっくりなんだけどさ、あの、つべでね、動画がね。うん。で、っていうのはですね、この、えー、CDC からの発表がなされる数日前のことです。7月19日ですね。 ニュースになったのね聞きましたか皆さんこのニュース、えー、某、えー、と M 社、えー、IT 企業の M 社の、えー、と創業者軽井沢に別荘を買った、えーえーえー、BG さんね,さんね、うん、でその人と富豪、えー、ですわアメリカの富豪ね GS ですよ GSGS、ね GS その人がとあるイギリスの検査会社を買収したわけです。で、そこは何をやってるかというと、新しいそのコロナの <laughs> 検査薬<役>、<laughs> そこがやってる検査をこれからやらせようって話ですよ、言ったらね、うん。ようやくその準備が整ったから PCR は。 もうお薬ごめん。でそっちの検査薬を売っていくぞっていう話。でそれはいいですよその検査薬ができるのはとってもいい話だと思います。でもそこをねなぜビゲとジョソが買収してんのって話気持ち悪くない、ね、この話。ねまだま,まだ金欲しいのかっていう感じしないなんか <laughs> ね。ねなんでそんなお金欲しいのって。そんなにお金が欲しいかって。 びっくりするぐらいだけど儲けたいのかね。なんえっ、ー、とどんだけ金があったら満足するのかしらね。あの人たち。<laughs> 私はそういう風に見てしまいますよ。はいで。そのニュースがあったわけです。ね。で、まあ私はそのニュースを聞いた時におおまたなんかじゃあフェーズがいや思いましたよだからねそこでねああまたなんかやる気なんだなってフェーズが変わるんかなってでもふうんってだからねこっちでねまた儲けようと思ってんだろうなって。 普通にそう思いましたよ普通にそう思,思ってで思ってたら数日後にそのね PCR 検査やめるよっていう話になってるわけですよねいやいや気持ち悪すぎってそこでやっぱり思ったねやっぱねらにいや気持ち悪すぎってうんだか普通にああもう下げたいんだなっていうところからさらに一段階に進んであまた何か考えてんなこれもしかしてってもうそっちですよでそしてさらに言っちゃえば今 モデルナがね何のワクチンを作ってるかって言ったらさ一生懸命あのメッセンジャー RNA の、えっと、技術を使ったインフルエンザワクチンを作ってるそうですよ今。うん、試験開始するそうですでしたのかなもう。で「何でインフルエンザワクチン今やってんの?」そしたら今日出てきましたニュースでニュースっていうかとある情報情報ですけどインターネット上出てきましたよ。 どこだっけかなどこだっけかされてますいいですか今年はインフルエンザが流行るそうです」。去年はほぼゼロみたいな、ね、数値だったけど、ね、今回の流行り病が、ね、こんな感じでワクチン売れて、ね、だけどこればっかりで行くわけにもいかなそうだなってなるじゃないやっぱり。 ね、そうなってきたら今度は何インフルエンザですってよ気持ち悪くないですかインフルエンザワクチン今必死こいて今あのメッセンジャー r n a で作ってるわけですよね必死で作ってるんですよそして今年はインフルエンザが流行るそうです皆さんまあ <laughs> ねいいか減にしろよって話だよねどんだけ金儲けたい人たちがいるんだって これで何今回は何なのインフルエンザが思いを振るってインフルエンザがいつもよりも強いとか何とか言っちゃうのかしらね分かんないけどねいつもよりもあのすごい強力なインフルエンザが流行っててでこれはこの、ね、今回の流行り病と同じようなもんだからみんなワクチン打てーって話になるのかしらねよく分かんないけどさねなんでそんなに予告してんのそんなことインフルエンザが流行るそうですよ皆さん覚えといてください はい、というわけでね考えたらねそしたら今回の流行り病は収束しますよ今度、今年の冬で。その代わりインフルエンザが大流行って話ですよ。流行り病が収まったのにインフルエンザが戻ってきた大流行。おかしくないなんか。ね。おかしくない、ね、去年の数値見たらさ、インフルエンザがほぼゼロ。はい。その分全部だからさ、流行り病の方にり分けられてるわけよね。これで何 た何インフルエンザ入らすので、流行り病収束っつって、これで何今度インフルエンザ、うん、はあね、<laughs> まあまあどうなるか見てましょうね、どうなっていくのかね、うん、本当にこの流行り病が収束するのか。 PCR やめる時点で私はある程度収束すると思いますよ。だってそっちの検査会社が作った検査薬使ったらさ、インフルとさ、今回の流行り病ね、区別できるって言うんだわ。で区別できるようになったら問題ないわけですよね。だってね、大したことなかったっていうことももしかしたらなるかもしれないし、ね、分かんないじゃないだけど、区別するってことは、インフルエンザっていうものを今度もしかしたら全面に押し出してくる可能性もあるってことですよね。新型のインフルエンザなんてね、そんなのしょっちゅうできるんだからさ、大した話じゃないのにさ。 またそれでさ、みんなをビビらしてさ、ね、今回のは、いつもと違って、なんつって、また同じことを繰り返すのかっていう話でね、まあ、どうなるかわかりませんけど、そうならないことを願ってますけど、うん、今回喋りすぎました。アミモのこと何にも喋ってないじゃんねって話なんだけどさ。でね、この,この他にもね、いろいろネタあんすよ、実はね。いろいろあって、実は、えっ、ー、と、今朝見たね、ちょっと違った見たね、たまたま、これ、たまたま見た、あのー、YouTuber さんね、なんか、 登録者が10万人以上いるよな、ね、やっぱりユーーーチュバさんでなんかフランス留学したことある人らしいんだけれどもその人が喋っててねでフランスにンス2年留学したそうなんですよ。ね。2年留学したんだけどフランス語も喋れないっていう話でどうして喋れるようにならなかったのかみたいな話をしててでその話もしたいなと思ったんだけどその話はまた次回にすることにしますというわけで今回はだから喋るだけ喋りましたけどいやその話してもいいんだけどさね。 あんまりだって喋り倒してもしょうがないでしょっていう話ではいなのでこうやって私がちま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 今ね編んでるんですけど皆さんこれをね実はね見ながらね私がどう編んでるのかを見ながらねあの聞き入るのもいいんですけどあのあの今回は皆さんあの私の編み方っていうかその私のこの編むなんていうのこの モザ,イモザイクモチーフの編み方を、えー、っと盗んでください <laughs> あのどうやって編んでるかね本当にいやちょっと説明しますかちょっとねねこれこれをねやっぱりねあのどうやって編んでるかってねあのスローモーションでも何でもいいから0.75倍速とかにしたら多分分分かりやすいと思うんで。 これをゆっくりどう編んでるのかをにらみつつあのこれであの編み方を、ね、柄,柄の編み方っていうのかな、ね、モチーフの編み方を盗んでください。はい、要はねでもねやってることは同じだからうんねやってることは同じなんでね筋編みをして。 そして柄を入れるところは長編みでこうやって下ろして拾っていくって本当にそれだけうんでほらモチーフでね四角で編んでいくからさあ増し目するとこなんてこの角っこだけじゃんだって円と違ってねでこうきた端っこに来たらねあのー、鎖編みを2つ入れるだけなんでねうん本当にだから本当に難しくないんでねこれもねであとはもう柄は好きなように下ろしてって。 これはねこう決まった感じでねやってるけども適当におろしたって柄はできるんですよねっていう話でね,、うん、あねこれはね今回はね一切ねあのあれなんですよあの編み図書いてないんですよ。ね編み図は書いてないんだけれどもあの編み図描かなくあのモチーフの場合はね編み図描かなくても。 その時のフィーリングっていうかその時の感覚であここで下ろそうかなここにこうしようかなって本当にあのチェックしながらね、うん、やればいいっていうかねそんな感じなんで基本的にはあのー、なんつうのこのダーッと横で編んでって下からダーッと柄を入れてくるのとはくのとは違ってなんつうのかな編んでる柄っていうかその編みたい柄っていうのが目で見てすぐ分かるっていうのかな形がね。うん そんなな感じなんでいやこれがねもうすっごい大きくなってきてそこででなんか他の柄を入れたいとかなったらまた別の話になってくるけどでも基本的にこの程度の大きさのモチーフであればまあそんなに編み図とかをねガチガチに描かなくってもある程度はあのー、編めるんでねうんなので皆さんこれを見て編み方を盗んでくださいね。 なまあでもまたわからないことあったらあれですよあの質問とかしていただければ私はそれはそれであのお答えしますんでねあのもしあのなんか知りたいこととかね疑問とかあれここどうやってやってんのっていうのがあればまた細かくお教えいたしますんでというわけでね今回もねだいぶベラベラ喋ったけど。 いやでもねあの2,000名様記念ですから、はい、2,000名様記念なので、はい、なので、えーとね、デミコの、えー、とあれですよあのチャンネルをですねこれからもね皆さんね、あのー、楽しんでいただけるようにこちらもまたまた精進しいたしますのでよろしくお願いしますということでございます。はい、いやーでもねほんとね 今回はね、2000名様まで本当に予想、予想っていうか、一応ね、だからね、あれなんですよ、目標を立てるんですよ、ある程度ね。あじゃあ、このぐらいまでに何名様い,いったらいいな、的な、まあまあ、あれですよ、ある意味で、それはあれです、引き寄せの法則みたいなものでね、ふふふ。で、それでまあ、一応目標を立てるわけです。で、それの目標のに、なんていうの、なんてうの、あの、設定したね、目標の、 期日よりも前倒しでね、えー、と突破してきましたんであの突破したのでの皆さん本当にもう本当にあ,のありがとうございますっていう感じであのコメントいただける皆さんもね本当にあの毎回毎回本当に何て言うのかな私は本当にねあの嬉しく思ってますよ、うん、で高評価もありがたいと思ってますしもちろんね、うん、なのであのもしねあの本当に。 あのご意見等あれば本当コメントでいくらでも受け付けておりますし、はい、なんかこんな悩みがあるんですけど悩み相談でもいいでです <laughs> 悩み相談でも何でもいいんですけど本当にうに、ん、まあ編み物に関することでもね、うん、編み物以外のことでももちろんはいはいいろいろ,いろいろな、あのー、話題について私は話したいと思ってるんでまあ今日は政治色が強かったですけれども政治だけじゃなくてねうん まあ流行り病のこともそうですけど世間のねその時事的なねことに関して喋ることが多いですがそれ以外のことも喋りますんでねいろいろありますよ、はいろいろネタはありますんで、ね、まだまだね、えー、あれもこれもあったっつってね、うん、いつも思うんですけどそれを思っただけで忘れちゃうっていうねそこがあのあれなんですけどまずいとこなんですけどね、うん、それを思い出さないとねボケっかんねっちゅう話でね、うん、というわけでここまで編んできましたけどあれちょっとで そのモチーフ何に使うちょっと待ってちょっと待ってねちょっとちょっとここまで編むわ <laughs> ここまでこのこ,ここここまでを編むからちょっと待ってそうこれは何何にするかってことだよねまずね、うん、そうだよそれ言ってなかったじゃんって話でね何をやってんだって話なんですけどはいえー、とねこれはっきり言って自己満の世界です今回ははいあ そっかいうのなんて基本的に自己満か <laughs> 自己満なんだけど要は自己満の世界っていうのは身につけたりはしないものであの自分が眺めてニヤニヤするようなものなんですけどちょっと待ってくださいねちょっと待っていやでも実用的ではあり実用的っていうか実用できるものでございますよもちろんね、うん、もちろんそうなんですけど基本的には眺めてニヤニヤ系なんですけどね私の中でははいじゃあねちょっと待ってくださいねちょっと待っててください ちょっと待ってくださいよ。えっ、ー、とこれをこれを用意しとこうかな。はいちょっと待っててください。今回ねこれをね何に使うかってことなんですよ。ね使うかっていうか何を作るかってことなんですけどえっ、ー、とですね先日ちょっとお買い物行った時にこんなものを買ってまいりました。 おい、何も見えんぞ何も見えんぞって話なんですけどいや何かって言ったらですねえっ、ー、とですねこれこれこれんつったらいいのこれクッション枕どっちっていうわけで,でもちろん買ってきたところは、えー、皆さんご存知のはい IKEAIKEA で買ってまいりましたサイズ 30cm58cm でございますはいでこれのカバーにしようって話でございます はい、話でございますで何でかど,どうやってやる気っていう話なんですけどこれがね一辺ね七ね7センチ、七7センチなので、これをね縦に4つすると7428ね3 0ンチのところ2 8ンチですで横これをね4さらに倍8個横に8個入れるわけですね 5 8ンチのところ5 6ス2マイナス2なわけですよ。ねっセンチずつ足りないわけ。ってことはでも厳密にだからそうなるかは分かんないよちょっと微妙に。でもとりあえず上下でそうやって何ていうの同じ大体いい2センチぐらい2センチ。だからこの幅1センチぐらいずつ全部がね、うん、ちょっと。 余るわけよね余るっていうかねいい感じじゃねそれってだからバーっとつないで周りをこうガーッとちょっと編んででもこんなのだってさ洗濯なんかしないからさはっきり言ってさそれでもう直接これのカバーにしちゃえっていう話ですようんファスナーとかつけないでねだって これに毎日頭のけてゆだりだらしながら寝るわけでもないから、うん、私のベッドのところにボソッと置いとくだけなんですよ。まあ、それの自己満足の世界ですはっ,はっきり言って。はい、でねで、なぜじゃあこの柄でやったのってモザイクでまあもちろん可愛いっていう理由ありますよ。理由あるんですけど、あのー、私のベッドカバーはですね実はですねえー、っとまあお店できないんですけどね今ねこのスタイルではねできないんであれなんですけどえっとですね モロッコで買ったカカバーなんですねベッドカバー、うん、であの,なんのモ,モロッコのあのファブリックねなんていうんだっけあれねモロッコなんつったっけね忘れちゃったな、うん、それなわけですよでえっ、ー、とまあ羊毛でねもちろんできてるやつね編んであるやつっていうか折ってあるやつっていいのかな織物ねモロッコのねで折ってあるやつなんだけどもでそれに合わせちゃおうかななんて思ったからこういう柄でやってるわけですうん。 ちょっとね、でこれ1個目なんですけど他にもまだクッション買ってきてる。実は <laughs> 実は他に普通のサイズのクッションクッションクッションじゃねえやクッションね 505050×50 50 50 50のやつも買ってきてあるんですでそっちも実はやろうと思っててまあ今回はでもねお試しでこの一番小さいサイズのこれをねちょっとモザイク編みでいや他のやつもモザイク編みでやるかどうか分かりませんよ。でも 今回のこれはちょっとモザイカ身でちょっとお試しでやってみようかなと思ってそれで耳、耳、芽生えがねよかったらねまたモザイカ身でもやってもいいしそれ分かんないけれどもね。というわけで何を作ってるかっていうとクッションカバーでございました。はい。というわけでねこれこの制作どん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 続けていこうと思いますよ。今回でねこれ今回っていうかこれで4つできたでしょとりあえずね。大体だから1枚あむのに30分ぐらい ?30 分ぐらいってことかしらね。 そんんなもんだよね、次これだわ。ね、一応これ2枚2枚あるからねうんでたい1枚編むのに30分っていうことなのでえっ、ー、とあと何枚編ればいいのあと20枚ぐらい結構時間かかるね <laughs> まだまだ時間かかるねということでまだまだ先は続くぞ、はい。というわけでございます。はい、というわけでね今回ねここまでご覧いただきまして皆さんどうもありがとうございました。ええー、とと、ですね、えーと あのまあ動画撮ってる時点でねどんな感じか分かりませんけれども、まあ、こんな形でね皆さんと直接ね、あのー、なんつうのコンタクトが取れるような形でねあのプレミア公開っていうのもねあのとってもいいかもしれないしい動画撮ってる時点で分かんないからね実際ね <laughs> 分かんないんであれなんですけどでも、あのー、そうやってね直接、あのー、なんつうのかな交流できるっていうのもねきっと楽しいかと思うのでまあそのうちね ライブも考えてるんで、うん、ライブこそ本当にね編みながら本当に喋っちゃう感じになるんであのまた撮った動画を流すのとはちょっと違うとは思うんですけど、はい、なのでそういったこともちょっとこれから考えていこうかなと思ってるんで、はい、皆様引き続き続、えー、応援のほどよろししくお願いいたします、えー、と皆様のねそのポチッと名がねあの私の大変大きな力になって。 おりますというわけでねあの皆さんに感謝しつつ今回はこんな感じでえー、っとお挑まさせていただこうかなというわけではいあの2,000名様記念ということでねほんのりちょっとあのあのしゃべりまくるまあおしゃべり作業動画なので基本的にはねということで。 喋り倒すっていう形でねでその脇であのし,ゃし,しゃべり倒してる私をほぼシカとする形で皆さんとあのもしかしたらあのチャットなんかで交流してるのかもしれませんけれども、まあ、それは分かりませんけどねそうなってたらいいなと思いつつあの今の今喋ってますけど、はい、というわけであの皆さん遊びに来ていただいた皆さんも本当にどうもありがとうございましたこれからも、えー、っと楽しいあの編み物をね皆さん一緒にやっていきましょうという形で今回はこれで終了にしたいと思います。はい、というわけで本日は ここまではいではさよならというわけでね今からね動画編集をしながらねこれ食べますはいこれ食べますはいいやああきるかはいいただきますいただきます うん。でも、これ最後の袋なんだよね。最後の袋なんだよね。一応。ゆっくり味わってためだけね。うん。じゃあ。あそういうわけで。バイバイ。